今回ご紹介するのは、セイコーの手巻時計、ロードマーベル5740-8000です。セイコー初の高級腕時計コレクション。外装、機械、ともに手の込んだ作りとなっており、その完成度の高さから、その後に開発されるグランドセイコーの基礎ともなったシリーズです。本品は SS モデル。36000振動のハイビートキャリバーを搭載しています。文字盤は網目模様のシルバーカラー。アップライトの全数字とドルフィンハンドの組み合わせ。当時のディテールを保ったアンティークの雰囲気が堪能できる上質な風貌デザインです。SS ケースは8000番ラウンドフォルム。裏蓋は防水性、気密性に優れた SS スクリューバッグです。バンドは社外製のジュビリーブレスレットを装着しています。流行に左右されない国産アンティークの魅力が詰まった一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスに錆は出ていません。ケース、裏蓋。軽いすれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きな凹みなどもありません。風貌。特に目につくすれやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス。社外製です。すぐに装着可能です。操作方法。ニューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。付属品、購入店保証書期限切れです。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は19ミリ。ケース径は約35ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約41ミリ、厚さ約10ミリ、風防含む、腕回り最大19センチ前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。